フランクシュルトは1900から1910年代に活躍したアメリカメジャーリーグの野球選手。ポジションは外野手。ニューヨーク州コホークトン生まれ。右投げ左打ち。ニックネームはワイルドファイアー。主にシカゴカブスで活躍した強打者で1911年にナショナルリーグ最優秀選手賞の最初の受賞者となった。 ドイツ移民の子としてニューヨーク州で生まれる。1902年にニューヨーク州リーグのシラキウススターズに入団しプロの選手となり、1904年にシカゴカブスに昇格し、翌年からカブスの外野手のレギュラーとなる。1906年にリーグ最多となる13本の三塁打を記録し、同年のワールドシリーズに出場した時はチーム打率が2割に満たない中で3本の二塁打を、 含む7安打、3打点時を吐いた。シュルトは1910年にリーグ最多となる10本の本塁打を放ち、さらに1911年には21本の本塁打と107打点を記録、3塁打21本、2塁打30本に加え23盗塁も記録するなど活躍し、アメリカンリーグのタイカップと共にこの年表彰が、 始まったリーグの最優秀選手の最初の受賞者となった。二塁だ、三塁だ、本塁だ、投塁の四つの部門で20個以上を記録したのはメジャー史上初めてのことで、これは1957年にウィリー・メイズが達成するまでメジャーリーグ唯一の記録だった。その後打撃成績は徐々に落ち、シュルトは1916年シーズン中にカブスからパイレーツに移籍するが、 1917年には、打率が2割1部台まで落ち込む。1918年には、セネタースに在籍したが、所有する農場の火災によって、財産を失うなどの悲劇に見舞われ、この年を最後にメジャーリーグから引退。その後ニューヨークのマイナーリーグ球団ビンガムトンの選手権任監督などを経て、1923年までマイナーリーグで選手としてプレーした。 引退後はカリフォルニアに移住し、1949年にオークランドで死去した。シュルトは後半で作られた柄の細いバットを使っていたが、多い時でシーズンに50本ものバットを折ったといい、これは現代ほど本類打が出なかった1900年代では考えられないほどの数だった。打撃面でスランプに陥った時はいつも打てない理由をくッズのせいにしていたそうである。 また大胆な走塁を見せた選手でもあり、現役通算で22回もの本塁盗塁を記録している。シュルトは、また、道にヘアピンが落ちていないかをずっと探しているという奇妙な修正でも知られていた。彼にとっての原滑着だったようで、拾ったヘアピンが大きいほど、より大きな成功を収められると信じていたそうである。数字の後のは、記録不明箇所があることを示す。 ありがとうございます。